はい、エサが出てきました。少し、はい、エサの方に気づいてくれました。エサに気づくとですね、どんどんと群がってエサを食べていきます。今、下から出てきたエサはイワシ用のペレットとなります。イワシ用の粉状のエサとなります。この一回にだいたいコップ1杯分ぐらい出しています。その餌はですね、このように短時間で食べ尽くしてしまいます。でイワシの泳ぎをですね、ちょっと見ていただきたいと思います。イワシたちの中で口を大きく開けながら泳いでいるイワシが見られるかと思います。イワシたち食べているものは非常に細かいですけども、口は結構大きいです。泳ぎながら漂っている餌を口に集めて、口に入った餌はエラにある細かい口のようなところで押し取って飲み込んで食べています。はい、次はラストとなります。2回目の餌が出てきます。はい、間もなく出てきます。はい、2回目の餌が出てきました。はい、2回目の餌にも決めてくれました。イワシたちですね、自然界では主にプランクトンを食べています。水槽ではですね、そのような生きた餌は毎日準備できませんので、人工の餌を与えています。それからこのイワシたちの群れの動きですけども、自然界でもですね、イワシたちの群れ、餌を見つけた際にはこのように大きく変化します。それから自然界ではですね、イワシたちに天敵がたくさんいます。例えばカツオとかマグロとかイルカなんかにですね、狙われた際には群れにこのような大きな変化が起こります。餌の方はですね、しっかりと食べ尽くしてしまいました。大変短いショーでしたが、楽しんでいただけましたでしょうか。それではですね、ありがとうございます。それではこれでですね、業務賞は終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。